こんにちは、すいません、長野インターネット放送と申しますけども、こんにちは、はい、こんにちは、埼玉県庁の川内です。川内さん、はい、川内です。もういろんなところでよく見かけるんですけども、はい、今回長野の、マラソンに参加されるのは初めてでしょうかね。そうですね、はい、長野マラソンは初めてですし、マラソン長野市で降り立ったということは初めてです。どうですか、気候とかも違うし。そうですね、本当に数日前まで暑かったというふうに聞いているんですけれど、今日はもうすごい涼しくて、はい、僕好みの気候かなというふうに思っています。まあ、天気も明日はちょっと崩れるという話なんですけども、はい、どうなんでしょうかね。はい、そうですね、僕の場合は、はい、もう絶好ですね。本当に崩れるぐらいの方が僕は調子がいいので、もう明日は本当に優勝になって頑張っていきたいなというふうに思っています。じゃあ体調はバッチリということですね。そうですね、まあ、なんとか本当にいい走りをしたいなというふうに思います。そうですか、ぜひここでも長野でも頑張っていただきたいと思います。あ、はい、ありがとうございます。皆さん応援よろしくお願いします。頑張ります。寒さやっぱり良かったですよね、とってもね。そうですね、作戦が途中ちょっと狂ったんですけど、はい、ロシア選手に追いつかれて、でもまた作戦切り替えてラスト勝負で持ち込んだので、全て作戦通りうまくいきました。寒いことがね。そうですね、もう本当に沿道の方の応援も素晴らしくて、寒さ吹っ飛ばしてくれました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。